すべてのウマ娘が目指す。さあゲートが開いた。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはリソノブルボン14番アイネス風神。期待通りの結果を出せるか。一番人気ロータイテイオーリソノブルボン会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはリソノブ。先頭はリソノブルボン単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはアイネス風神。一馬身離れて14番4番手には東海帝王ラリタブライアン。落ち着かない様子。長丁場のこのレースですが、リソノブルボン早くも先頭に躍り出た。続きましたアイネス風神14番3番手。それを見るようにラリタブライアン差がなく東海帝王。それを見るようにスペシャルウィーク少し離れて岩早きで7番並んでくる。それを見るように10番そのうち並んで5番第2コーナーを抜け向こう正面に入った。順位を振り返っていきます。依然先頭はリソノブルボン、続いてアイネス風神、その後ろにラリタブライアン。一馬身差スペシャルウィーク。すぐに続いて14番7番並んできた。その外並んで岩早日で、それを見るように東海帝王。その外並んで10番後ろ5番17番並びかけてきた。うち来車は後から18番うちをついて6番一馬身離れて16番その後から2番その外並んで1番残り 1000m を通過。最後方ポツンと1人エイシンフラッシュ。リソノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。リソノブルボン彼女の客室には合っていますね。大ケヤキを越え4コーナーへ。まだ